お疲れ様でございます。今日も家族ご飯できました。火曜日、まずはこちら浅漬けのサラダ、白菜のね、白菜浅漬けサラダ、そしてお刺身と松川のオリーブオイル和え、ね、真ん中オリーブオイル和えですね。あとは前は刺身です。お好きにどうぞ。そして豚肉のパイカの柔らかに、ね、軟骨もコリコリ、ね、柔らかく食べられちゃう、カルシウムバッチリ、ね、うん、コラーゲンも、ね、あるかな、うん、そして、天ぷら、6点盛りでございます。ちくわ、まいたけ、塩サバ、これ美味しい、うん、で韓国のりにしそ、そしてホタテ、ね、ホタテ、ね、ホタテが安いね、今ね、時期だね、うん、焼いてもよし、煮てもよし、揚げてもよし、フライもうまいね、うん、というわけで、今日はこんな感じでございます。今日は結構かかった、3000円ぐらいかかったかな、いや、かかってないな、ここがかかってないな、これがもう元からあったやつなんで、2000ちょっとかな、やっぱり、うん、はい、2000ちょっとでございます。これもね、ちょっとお値引き品だったんで、うん、ね、もう傷の愛がうるさい、ね、というわけで、ありがとうございました。ありがとうございましたじゃないね。早速いただいてまいりましょう。ね。早速いただいてまいりましょう。何食べてんの？枝豆。枝豆食べてんの？うん。よいしょ。よっからしょ。はい。院長をしていた眼科のクリニックです。
おはんはいらないの、じゃおはんはいらないの、パンでいい、いる、食べれなくない、そんなに食べれる、やばい、じゃあいっとくよ、醤油あのね、朝日をね、ちゃんと手を引いて、車椅子の方は車椅子を押してくださって、あの先生がね、なんでこんな風になったのか、冷凍でしょ、もう見た3年生までしか知らない、独身で一人暮らしだった矢口さん、何があったのでしょうか。クリニックによりますと、今月18日の、うん、矢で殴られて、矢口さんは午後5時頃まで診察をした後、山形市内で開かれた新人スタッフの歓迎会に出席しました。ちゃんと座って、ちゃんスタッフの一人が車で矢口さんを自宅に送ったということです。およそ1時間ほど、午後10時40分過ぎ、スタッフに車内に携帯電話を置き忘れていないかと電話がありました。見つけたスタッフが届けようとしたところ、月曜日に持ってきてほしいと頼まれた。に食べるんなら座りなさい、歩いてるんだったら食べないの。翌日19日日曜日の午後、食べるんだったら座ろうね。あらかじめこの日に部屋を訪ねる約束をしていた弟が死亡している矢口さんを見つけ、警察に通報しました。こんなことないつもと、どんな研究所なんてこと言うのよ。捜査関係者によりますと、現場には大量の血痕があったということです。警察はトラブルなどが、はい、あ、なんだ、あー、そこに置いたからだ、これで回って、うん、回ったよ、ね、最近そういう失敗多いね、なんか もったいない、あー、俺のシソがもったいない、あー、続きますね。ああ、やっちまった。ちょっと入れてあげる。アウフ町でイランを批判するトランプ大統領。イランの隣国イランでこんなことが起きました。いやまず。これで吸っていいしそう。今度吸う吸う。バグダッドのアメリカ大使館の こっち座らないでね。いやーね、くちゃんも来られないね。くちゃんもね、実はギリギリに置いてたのさ。嘘だからさっと避けたの。いやー、こっちも見てくれ。え、なんで。いや、だっていや、だってこの大きさを考えてなかったもん。誰がいたのこれ、もっと一応に寄せなきゃダメだこれ。誰がいたの、一方的に離脱してから、一田さん置いてないよ、ババか。だってまさこさんが俺か、うん、ここなんて経済制裁を強化して、あんたらしくもない、あんたらしい。せっかくの対抗措置として核合意の一部の義務の履行を停止すると表明。そしてテーモシュクウランの製造量を増やし、数週間のうちに核合意で制限された貯蔵量を超えるとしました。さらに7月上旬までに生産や日本の国益を守る具体的な措置が示されなければ、イメージを使うかな、核開発の再開も辞さないとしています。イメージを使うかな、両国の対立は中東各地に波及する恐れがあります。アメリカやイラクやシリアなどに注意し、また言ったよね、回転危ないよこれ、うまい、大きすぎんだ回転が。イスラエルやサウジアラビアといったアメリカと同盟関係にある国もあります。よいしょ。イランは
シリアやイラクに軍を派遣し、影響力を拡大し、ね、レバノンやイエメンにも武装組織や、でもそういうことが起きるということを危険だな、分かった。サウジアラビアは20日、イエメンにこの反政府勢力がミサイルを発射していると主張。ちゃんだな。的な挑発行為が今日悪いでしょ。これちゃんはね、招きかねない状況。共有やないの。こうした中で緊張緩和を模索する動きが出ている。共有もない。どう。どう。アメリカとの思想通りに協力を得たいという意味があります。トランプ大統領も戦争につながる事態は。あ、してた話で。こう述べています。じゃあいただきます、ずる。うん、いただきます、するか。あ、ここでおばあちゃんも入る。よいしょ。最近ゲームが多いね。じゃあ最初買ったの。あ、待って、ちゃん来るから。よいしょ、よいしょ。いただきます。いただきます。待って、サーモン逃げるな、サーモン。こちら、新入学のエリザベスです。身長は1m68cm、私より少し低いんですね。体重は99しかありません。これまで7勝2敗。さっき女の子連載作った女の子や僕の女の子。金沢市出身の見て。24歳。あ、女の子。横綱白鵬と同じ宮城野部です。女の子でしょ。かわいいよ。お風呂ながらも巧みな技を駆使。どうしたの？ちっちゃい、ちっちゃい。飛んだの？わあ、すごい。ちっちゃいんだ、体が。168cm。え、入れんの？99m。こちら、喫茶店なんですが、炎鵬がよく訪れると言います。これ何ですか？ホタテ。ホタテか。ホタテ知ってないのか？店を訪れたら、ホタテを食べて。お母さんもいる。あ、もう入れたのか。注文するのは一つのメニュー。あの、うまっ。あ、それに醤油を入れたのね。はい。それ、タレ。これ以外に、本当は以外に合わせたあれですけど、これくらいでいいと言いますね。じゃあ渡して。一方で、炎鵬が夢中になっていたものがありました。うん。相撲の研究を、うん、スマホでちょっと見てるから、うん、こういう場所でご飯だから、ご飯なんかそんなそっちのケースね。自分の相撲について語ったこともあると言います。炎鵬君が中途半端に例えば173種とかそういうぐらいの身長があったなら僕は勝てないと思ってましたね。どういうことですか？その小ささが武器なんです。皆さん、決めて。漏らしてない？今場所漏らしてない？前の会見では、うん、なんか漏らしてそうな顔だけど。うるさい声だったけど。漏らした？なんかお客さんが楽しみにしてくれるような勝ち方したいなと思うんですけど。ちょっと確認して。真っ向勝負で。戦えるっていうところも自分が現状を与えられるような確認して、なんか不穏だよ、なんか確認してって。その言葉通り見てもらえる。確認しなきゃ。技で盛り上げています。大丈夫、OK、 OK、 失礼しました。大丈夫じゃん、ねえ、なんじゃ、だいぶこと胸張ってくれ。あ、いくら食べようだって。あ、もうなくなっちゃった。技の大会で騎士として人気を集めた大野海さんは、ダブル、ダブルだね。あの、体幹強いですね。体幹で、なかなか崩れないですし、小さいね、技の切りもいいですね、はい、身長低いのをうまく武器に使ってますよね。肩車いってんの、ね、最初モンゴル相撲みたいだね。日本人、髪の毛よ、金沢栄光、今日勝ち越しがかかっていますが、
そうなんでさ、いいんだね、ああいう風に引き上げて、うん、マグロ食べたい。あ、いいよ、じゃあいいよ、ありがとう。マグロ食べたい、グッチさんや。マグロ食べたい。相手は三役経験も豊富な。三本玉出る。よかな。これ美味しいよこれ。でも俺が左側の。あー美味しい。もうちょっとだったのに。ネズミ見たと負けるな。負けるとも早い。はい、はいはいはい、どうも。もう。英邦は自分のいいコンディションに持っていきたいと明日に向けて話していました。間違えた、ハンバーあげた。これ3にある母校でも後輩たちが取り組みを行いました。サバの天ぷら、まだチャンスは全然あると思いますけれども、まあ、それを期待して我々も見てます。まあまあ思い切ってやってほしいなと思いますね。ファンも明日以降に期待です。雨なんだね。うん、大丈夫です。頑張って。今年10月に行われる天皇陛下の式典のパレードのコースが決まりました。僕はね、天皇陛下に伴う祝賀パレード、バーン、うん、今年10月22日に間違って当たったらさ、まさ財産時だからさ、そのコースについて公共事務に伴う一連の儀式などの検討を行う政府の式典委員会で協議されました。事務局が示したのはこの3つの案です。いずれも皇居宮殿から赤坂御所までのコースです。協議の結果決まったのがこちらのコース。皇居宮殿から二重橋前交差点。美味しそうなものないな、もう。ええー。申し訳ない。ちくわとか海苔りもすごく美味しいよ。平川町の交差点から有山通り。ついしてるしょこれ。美味しいって。食べちゃうかな、これ美味しいですかね。赤坂御所までのおよそ5キロです。食べる。パレードはおよそ30分かけて行われ、車列には天皇皇后両陛下、皇位継承順位1位の皇嗣になられた秋篠宮さまと紀子さまのほか、総理大臣と官房長官などが乗った車も加わります。これ食べんの？さらにパレード翌日の10月23日に総理大臣夫妻の主催で開かれる晩餐会では、これ噛めるよ。これ軟骨だからコリコリして美味しいよ。それぞれ演じることになりました。狂言師の野村萬斎さん。変な顔すんな、こいつ。ほら、これがあれなんだ、変な顔するのが仕事なんだ。ゴー、変な顔、真剣な顔。ハッペー、また、真剣な顔。ゴー、ペベロリ、ペベロリ、ペベント。引き続き、職員の手で、狂言なんだよ。死刑が確定しました。4年前、大阪寝屋川市の中学1年生、星野亮斗さんと平田夏美さんが殺害されました。12歳と13歳で死刑を言い渡された山田浩二被告は判決を不服として控訴していましたが、だってバブ高等裁判所によりますと、今月18日に本人から控訴の取り下げを求めた。控訴取り下げたっていうことはバッテン、うん、そうなんだけど、本人が戦ってればね、うん、ずっと生きていない裁判員制度は、まあ、まあ、そうだよ。バッテン、バッテン、そっちはあれだよね。手あげる、もういいよ。
母さん食べから揚げ粉。資本関係者などが集まり、裁判員を辞退する人が増えていることについて議論が行われました。裁判員裁判の審理期間というのを短くするということが必要なのではないか。審理期間が短ければ地域社会の皆様にもご協力をいただきやすくなる。96% の方は未経験だったと言っていただいている政府なので、必ず何か選んで何にしたいの、誰に手振ってんの。続いてスポーツは先ほどもお伝えした大相撲ですね。はい、大関復帰が見えてきた栃ノ心と一人横綱の鶴竜は共に戦う。二人の取り組みを続けてどうぞ。今場所の栃ノ心、回し起きては盤石の相撲を見せています。何言ってんの。栃ノ心は押し相撲が得意、16場所連続で三役を務める難敵です。こっちの心、早く左で上手を取って得意の形を作りました。だって今日、実力者を難なく退け、大関復帰まであと1勝、とりあえず明日だと淡々と話していました。今場所の鶴竜は鋭い出足で安定した相撲を見せています。兄は突き足の持ち味、かつて鶴竜を引退した。うん、ちょっともう美味しい。ホタテなんてすごい美味しい。皮うまっ。うん。ちょ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 うまいよ。まあたまにはオムライスするか、もう大人の飯だもんな。オムライスするか、明日。オムライスしようし。これかけて食べたら。洋食やってないね。かけるよ。うわ、最近。天ぷらがうまくてな。勝敗です。小兵の石浦は腰をもうちょっと醤油入れよ。あんまり入れてしょっぱいの。天候は勝ち越し。25歳の平松、佐野山が一敗を守った一番です。こっちにかけたな、そのまま。わ、塩サバうまっ。うまくない。塩サバの天ぷら食べた。読み切り浅野山の勝ち。9勝1敗で明日からの終盤戦を迎えます。このわたあめ、わたあめです。わたあめ食べませんか、チョップ。高安の防衛堂の両大関は、わたあめ買うんだったらチョップしましょう。サッカー元日本代表の本田圭佑選手がオーストラリアのメルボルンビクトリーを明日の試合を最後に退団することになりました。ないと何の病気だったっけ。目飛び出してくる病気。去年1月にメルボルンビクトリーに移籍し、23試合で8得点を挙げるなどチームに貢献しました。あの蛇のやつ怖かった。今月シーズンが終わり、1年の契約が切れることから去就が注目されていました。新たな移籍先は未定ですが、来年の東京オリンピックのオーバーエイジ枠での出場に意欲を示しました。構えてたでしょ。はい、何だったかな。覚えてないの。見てよ、これ。なんだよ。面白くない。乱暴な言葉使うのが面白いわけじゃありません。プロ野球の速報です。巨人対 DeNA は雨で中止となり、ナイトゲーム5試合です。那覇で行われている西武とソフトバンクの対戦は、西武が栗山の2号ツーランで先制しています。気象情報は平田さんです。はい、こんばんは。にゃ、大雨になりました。この時間はようやく関東や東北から雨雲が抜けてきましたが、しばらくは土砂災害や浸水に警戒が必要です。はい、お湯割れ大根だよ。影響が長引きますね。そうですね、太平洋側にあるこの雲は
前線の雲です。この前線、東に居座る動きの遅い高気圧に阻まれてなかなか進まないんです。いいね。そうなんです。そしていい、ね、この前線の後ろに高気圧が控えていますが、この高気圧も動きが遅いのがドカベの岩木みたいになってる。移動速度が時速9キロ以下と本当にゆっくりなんです。このためこの先しばらくはこの苦い苦い天気がこちらです。これは長く続きそうです。そして次第に気温が上がる予想です。この時期としてはかなり高く、東京からまん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 真夏日になりそうです。土日は赤くなってますけれども、はい、特に高いですね。ねえ、なるほど。暑さになりそうです。春の運動会シーズンですが、熱中症対策を。明日は暖かい。27度。各地の明日の天気を見ていきます。23度だって。30度。まずは沖縄から西日本です。朝から青空が広がり、高知は30度まで気温が上がるでしょう。ただ湿度は低く、カラッとした暑さになりそうです。東日本です。穏やかに晴れて、東京の最高気温は27度でしょう。アイス冷凍庫に入れたの。冷凍庫だよね。2階の冷凍庫。北日本です。下でしょ、一番中心に濃い霧の出るところがあるでしょう。日中は今日より気温が高くなりそうです。週間予報、名古屋から那覇です。穏やかに晴れる日が多くなるでしょう。週末は蒸し暑くなりそうです。札幌から東京です。日曜日は北海道でも30度以上のところが出てきそうです。来週は次第に雲が多くなるでしょう。明日以降はしばらく晴れて暑くなりそうです。気象情報をお伝えしました。Yeah.
はい、じゃあ、ひーん。バイバイ。そうなんですか、はい、無意識あれ山はいつ来るんですか、しまったお昼ご飯では王様ですね、あそうそう、はい、いや全く意識はしてなかったですけど、ベストですね、エビフライ大好きなあベスト、うん、今週の定食エビフライ OK 午後も頑張ります、毎日好きなものを食べているからいつも後悔なし、理想的ですね、かと思えばこんな方も平成最後のランチってことになると思うんですか、残念、うちの会社明日も営業してるんです、あ、そうですか、明日も食べますランチは、じゃあ平成最後は何になさいますか、あそうですね、またザルそば食います今日もザルそば、今日もザルそばです、あちょっと寒いですけど、じゃあ明日もザルそば、明日もザルそば、これどうして平成最後、なんか落としたよ、やはりあの体調を気にしてですね、カロリーの少なめのランチでも心がけてます、あそうですか、そうそう、この日が平成最後の出勤日じゃない方も大勢いらっしゃいますよね、だってスプーンないもん、え、わざわざ本日のサービスの写真を送ってくださったんですが、いややってんの、ザルそばじゃない、聞けば蕎麦屋さん探して2軒回ったものの、どちらも休みで急遽天ぷら定食に、お蕎麦屋さんが探して連休突入ってパターンでしたね、さて、せっかくなので、大阪でも聞いてみました、はい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 、おっきい焼きそば専門店が多いという大阪、ソースだけではなく、塩焼きそばも人気なんだから、焼きそばの人気は大きいのって、焼きそば定食、関西では普通にね、焼きそばとご飯と、であと小鉢で冷ややっこ、メロン味噌汁、漬物で500円、うん、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、うん、まあ三種類ですから、それが平成最後のサービスだったと、そうですね、平成最後ですね、もし知ってたらこれ食べたかったなとかってあったりしますか、お好みかな、お好み焼き、え、焼きそばよりもお好み焼きの方がちょっとごちそうってことなんですかね、おいしそうだね、ね、もしこれが最後だったら、ね、いいや、食べればよかったです、全然そういう意識なかったです、はい、やっぱりお好み焼きってソウルフードなんですね、平成最後の平日にお仕事に何食べましたかっていうお聞きに来てる、あ、平成最後の、あ、うん、全部1、コロナが終わるとか、もう今年、今年で、ね、地球が終わり言うたら考えますけど、またありますからね、だから、どうしても取り立ててないのというか、こもっとも、こちらはこの日、妻が作ってくれたというランチ、甘くもなく、辛くもなく、程よいカレーだったそうです、決まらない普通のサラメシが一番ですよね。うちは、約30分1日も休んで、見て、彼の結婚式が2人ともごちそうさま、もうちょっとちゃん、ちゃんだけまだあと、なんかうちの姿勢ですね、いつでもやってる、いつでも空いてるっていう姿勢をなんかできる限り貫きたい、本当にできる限り貫きたい、平成最後のサラメシ、平成最後の夕飯はここです、ちゃん、これも、はい、全く休みがないんで、ちゃん、これ4月30日のサラメシ写真を送ってくださいました、お父さんは竹箱の炊き込みご飯、そして息子さんはタルタルチキンハンバーグ、店番をしながらなので近くの弁当屋さんで買うことが多いんだとか、店を続けて昭和、平成から令和へ続いていく毎日のサラメシ、ご協力いただいた皆さんありがとうございました、走ってんの、続いては4月1日入社式の一幕から、平成最後の新入社員なんて言われましたけど、今回の主役はカレーです、ごちそうさまごちそうさま、はい、クーちゃんごちそうさま、お会いでき
置いて。はい。ごちそうさまでした。なんだ。どうも。Oh!